こう病院でこう骨折りながらも指だけ動いたから、それで練習、ギターを練習してる病室でこっそり。例えばこういうやつを、14歳の頃からギターを始めて、当時はロックバンド、ロックギターを演奏されていたっていうことですよね。そうですね。ボーイ、バクティックとか、ボーイから始めて、それこそハードロック、ラウドネスとか、ジミヘン、バンヘイレン、イングベイとかも、記載されているんですけれども、ウィキペディアに書いてあって気になったのが、17歳の頃バイクを運転中に交通事故に遭い、左腕を骨折し、でここはではちょっと状況としては分かるんですけど、高校も退学を余儀なくされるってあったんで、これ一体何があったのかなと思ったんですけど確かに、いわゆる高校は僕一浪して入ったんですよ。ああそうなんですね。入りたい高校があって、どうしてもその高校っていうのが割とその音楽とかも自由な高校かなと思っていて、で、その音楽は吹奏楽とか盛んだったんですけど、そのいわゆるあんまりそのエレキギターとかにはその休み時間とか弾いてると取り上げられたりとかして、エレキギターにあんまり寛容じゃない学校だったんですかね。寛容じゃないそうですね。でその時は結構バイクも好きだったから、でバイクで、交通事故に遭っちゃって、骨折して入院して、ちょうど左腕骨折してですね、で入院して3ヶ月学校行けなくて、もう大怪我だったんですね。3ヶ月学校行けないからお前どうするんだみたいな話になって、割とすごい担任の先生がすごいよくしてくれて、家で相談会みたいなことを、その時にその、僕はじゃあもう本当に、もう1年高校やるよりだったら、音楽の学校とか行って音楽をやりたいですって話をして、そんな話でいやそれは難しいぞみたいな、話になってですね、でも結局、それを親にも相談して、でもうちの親も病院でこう骨折りながらも指だけ動いたから、それで練習ギターを練習してるたりしてたから、病室でこっそりこうなんかそういう姿見て、じゃあ陽介の言う通りにさせればみたいな感じで、その後アルバイトとかしながら、普通の高校卒業した年と一緒に、地元秋田なんですけど、その東京にの音楽学校に入って、そうなんですね。そうですね。それで高校は辞めて、音楽の道をこう歩むっていうか、音楽しかなくなった状態ですよね。その自分の中でその他の選択肢を、その時点でなくしたというか、なくしたかったしかないみたいな、ある意味、ある意味そうですね。だからその頃は、すごい焦ってたっていうかな、なんていうんですか、ギターで食っていけなきゃ、なんかこう誰にもこう申し訳ないみたいな。そうなんですか。そんな、親にも申し訳ないし、なるほど。だから、なんとしてもプロになんなきゃなっていう、気持ちですごい焦りながらギター弾いてた気がしますね、今考えると。そうなんですね。小沼洋介さんのイメージがちょっと僕の勝手なイメージだと、すごくこう、明るくて友達も多くて、こうサーフィンも好きでみたいな、こう逆にこう焦ってたとか追い込まれてたイメージがすごいゼロだったのでいやその頃はね、本当にもう引きこもってたし、友達誰もいわゆる友達もすごい手を差し伸べてくれるたんですけど、その時やっぱり自分が一人ドロップアウトしたから、やっぱりギター弾かなきゃみたいな、なんかすごいいちいちギター弾かなきゃ間に合わないみたいな、なんかそういう感じで、割と友達とかもなんか割とそうですね、あんまりその17歳からあんまり音楽学校入る前のその期間はあんま青春とかあんまなかったような気がしますね。そうなんですか。いやすごく意外で、この話公開していいんでしょうか。いやいやもうどんどん
あ、そうなんですね。でもなんか嬉しいですね、はい、なんか僕みたいなのでもちょっと共感できるところがあります。なんか遊びに行かないようにしようとか、うん、そのこれあの僕も高校生の後半の頃にちょっとプロを目指したので出したので、はいはいはい、なんかこうすごく青春をこう文字で表すならキラキラではなく、うん、もやもやだったので、はい、小野間雄介さんでもそういったことがあるっていうのはちょっとすごく意外ですね。いや本当そうですね。音楽学校入ってた時も打ち上げとかするじゃないですか、みんなで、はい、飲み集まってその時とかギター弾いてましたからね、打ち上げ会場で。そうなんですか。そうそうそう、隅っこの方でギター。あそれぐらいでもまあ楽しかったというか、うん、ギター弾くことがもうすごい楽しかったですね。なんかどこでもギター弾いてて、たいなと思ってたタイプだったんで。小野間雄介さんのギターってやっぱギターと遊んでるってイメージすごい強いですね。あ、個人的に。ありがとうございます、はい、なんかそういう感じはなんかその割と僕もなんかこうそうですね、ギターでこう何ができるかなとか、はい、さてこの曲がどうなるかなとか、なんか割とギターに問いかけながらこう弾いていくことが多いと思いますね。うん、ありがとうございます。ちょっと思いがけず貴重な話を聞けました。はい、ちょっとそのなんかこう理由があったんでしょうか。その高校の話ですか。そうですね、高校に1年浪人したっていうことだったので、それはなんかね、単純な、はい、そのなんていうんですか、その中若気の至りというか、はい、先生にこうこの高校はどうなんでしょうかってこう僕の今のレベルだとってその進路相談の時に聞いた時に、これは絶対無理っていう、あ、このこれより上は絶対無理みたいなのを言われて、なるほど、絶対無理っていうのは何なんだみたいな、それをまず覆すところかっていうなんか芽生えてしまって、はい、なるほど、うん、それが理由でした。じゃあ絶対俺ここに入るって。なるほど。でもその負けず嫌いというかこうやってやるってことですね。その時そのイング、はい、そうです、そうです、イングベイ絶対弾けないとか言われたみたいな絶対弾いてやるみたいな、そう、ね、そうこのコピーしてやるみたいなあ、そういうじゃあメンタルだったんですね。なるほど、ありがとうございます。でも本当になんていうかこう夢と希望とかそういうのじゃないみたいなあ、そうなんですね。でもじゃあやっぱり音楽性にちょっとつながって話なだと思いました。何としてでもできない、はい、そうですよね、はい、実現してやるみたいな、この奏法みたいなところですよね。確かにそういうのはありますね、はい、まずは何かがこう頭に浮かんで初めて実現するかしないかっていうのは決まるじゃないですかね、はいはい、だから何もこう頭でハプニングしなければ何もこう起こんないじゃないですか。そういうなんか頭がこうで思いついたりその目標を持つっていうのは非常に大事ですね。すごいつながってるなと思いました。ソロギターソロギターってなんか無理なことの連続というか、いや本当そうですよ。やっぱ、まあ、ピアノと比べちゃうから悪いのかもしれないですけど、うん、ピアノっていう楽器と比べられるというか比べちゃうことが多い分、うんうん、ギターってものすごく無理やりこう可能性を広げようみたいなところがありますもんね。いやすごいありますよ。だって、うん、例えばこの例えばってヒューマンネイチャー、はいはいはい、このこういうやつを、はいはい、全部こうハーモニクスでいけるやみたいな、はい、
なんか発見ってあるじゃないですか、なんかそう、そう、まあ、そう、ちょっと、まあ、僕が同意していいのか分からないですけど、ありがとうございます。確かにそのできそうもないだろうっていうところにチャレンジするっていうところは、うんうんうん、その高校の時からつながってたんだなと思いました。確かに確かに、なんかアイディアをこう、はい、駆使するみたいな、うん、できないと思われるところに向かっていくってことですもんね。そうですよね、そうですよね。ありがとうございます。じゃあちょっといえいえいえ、はい、話進めさせていただいて、まず、世界大会で、賞を最初にいただいていたのが確か21歳ぐらい、うん、そうですね、そのギブソンの大会24の時で、はい、このヘリテージ社的なコンペティションっていうのが21歳の時なんですね、うんうん、でこの話聞きたいのが、まあ、あの GIU も、うん、それからこの動画見る方もこうギターキッズみたいな方も多いと思うので、チャレンジしてで、うんうん、で成果を出してでその後、うん、こうデビューも決まって、うん、有名になっていくっていう過程の初めの部分だと思うので、うん、そういった話を聞くとワクワクするので僕がちょっとお聞きしたいんですよね。プロになるこう前の過程の話ですね。前のね、はいはいはい、世界大会でまず参加された経緯は、ね、面白い話があって、はい、まあ、その時は音楽学校卒業して、はい、受付のバイトしてたんですよ、音楽学校で。ああそうなんですね。いわゆるスタジオの鍵を渡したりとか、はいはい、このスタジオ使いたいって渡すアルバイトしてて、はい、でその時にたまたまコンテストのチラシ見つけて、はい、でまあそれでその時全然もう録音機材とかもいわゆるコンポですか、はいはいはい、昔のしゃいましたね、はい、突っ込んでですね、はい、でもちょっとなんか音響とかついてたりしたじゃないですか、はい、エコーとかですね、はい、イコライザーとか、はい、あとリバーブとかなんかホールみたいな、はい、それでちょっといい感じにして、でも そこに直でカセットテープに撮って、で締め切りが翌日で、えちょうどそれを見た時が見た時の翌日だったんですか、はいはい、だからもう帰ってすぐこう一晩中かけてそのコンポで一曲撮って、はいはい、でそのテープを、まあ、A 面 B 面1曲ずつ撮って送ったら間に合わないから、その住所見て、その、はい、ジャズライフっていう雑誌の住所だったんで、はいはい、そこに届けに行ったんですよ、ね、はい、まあ、送ったら間に合わないから。素晴らしい話ですね、はい、そうそうそう、でトントンとか言ってすいませんまだ間に合いますかみたいな、そしたらお間に合うよまだって、こんなの初めてだよとか言われながら21歳の頃にいきなり、まあ言ってしまえばピンポンそうですね、事務所に応募したいんですけどって来たんですもんね。あ、そうなんですね。はい、まあテープで、でそしたらその、まあ、テープ審査、まあ、100人ちょっといたみたいなんですけど、はい、その時はテープ審査だけで日本代表が決まったんですよ。え、そうなんですか。本選がなかったんですよ。あの100人ぐらい応募して、うんうん、何人かってことですか。もう一人で、一人なんですか。で僕いきなり選ばれたって、すごいですね。1週間後ぐらいにハガキが来て、はい、でナッシュビルの世界大会に出演してくださいという、旅費は全部出しますんでみたいな。へー、でもうすごい嬉しいんですけど、ちょっと、はい、僕もその時まだ全然ジャズ始めたばっかりで、いわゆるソロギターでその曲はだけはこうバッチリ練習してたんですけど、はいはい、別にそんなになんかアンサンブルに長けてたわけでもないので、まあそのちょっとした未熟なまま世界大会出てですね、はい、でやっぱりこういろんなニューヨークとかの人が優勝したんですけど、はい、もうヨーロッパとかすごい上手い人たちがもうガンと来て、はい、その中で自分はまあそのデモテープの演奏のままソロで演奏してですね。ああなるほど、はい、うん、でまあでまあ、結局優勝も準優勝もできずに、はい、なんですけどその審査員の人から君はすごい、すごい審査員の人もジョニー・スミスさんっていうギターのレジェンドの、はいはい、もう本当にジャズレジェンドのギタリストとか、あとダダリオさんっていう、はい、ミスター・ダダリオっていう弦のダダリオ、はい、はい、すごい人たちがいっぱいいて、でなんかすごい気に入ってもらえてですね、はい、君はなんかこんな若くて日本から来てすごい僕らも嬉しいしよみたいな、はい、すごい励ましてくれてですね、はい、うん、でなんかその結局入賞はできなかったんですけど、はい、その
点数は良かったよみたいな話で、はい、まあ、集計だとその3位だったよみたいな話を聞いて、うん、それでまあその、まあ、正式ではないんですけど、うん、まあ、入賞はできなかったんですけど、まあ、自分の中ですごいこうなんていうんですか、いいものをもらって帰ってきたというか。へえ、うんうん、でもまあ、あのその先の話をすると、はい、まあ、やっぱ帰ってくるとやっぱりそのやっぱり注目されるんじゃないですか。そうですよね、はい、そのでも実際僕そんなにできなかったから、はい、できないまま注目されちゃって、はい、それがすごいプレッシャーで、うん、だからちょっとなんか一時期すごくライブするのが怖くなっちゃったりして、へえ、うん、で3年間ぐらいやっぱりライブしたりするのが怖くて、はい、なんかちょっとその一回そういうなんか帰ってきたばっかり、そのコンテスト後のライブではすごいへこんだ、あんまり全然演奏できなくて、やっぱ自分の思った通り、はい、で3年ぐらいまたちょっとこもってですね、アルバイトしながら、はい、でやっぱりちょっとこうこのままではいけないから、はい、ちょっとこの自分の人生を試そうと思って、はい、ギブソンのジャズギターコンテストに応募したんですよ。あで、はい、その時ギターもやっぱり買えなかったし、その335欲しかったし、ギブソンので、でまああと自分の本当の実力を試したかったから、もうこれで、で2位がレスポールだったから、はい、ギブソンのコンテストが、はい、でその時ロックバンドもやってたから、2位だったらやっぱりロックバンドやって、1位だったらもう本当にジャズに取り組もうっていう、なんかちょっと人生かけるみたいな。へえ1位だったらジャズ、2位だったらロックギタリストになってたかもしれないですか。なんかそういうロックとか、あとレスポールだったから商品が、はいはいはい、いずれそこでもし商品を獲得できたら、はい、それそこでなんか自分のやりたいことを、はい、やるべきことが決まるんだっていうふうに思い込んで、思い込んで臨んだんですね、うん、でも理想はそのギブソンが欲しかったから、はい、もうギブソンのいわゆる写真をちゃんと貼ってですね、はい、これは僕がもらうみたいな、 あの赤い335ですよねあ、そうです、はい、でその時そうですね、まあで、まあ、それで無事その赤の335を取ることができて、はい、そこから割となんか自分の仕事のオファーもいっぱい来たりとか、あ、うん、やっぱり自分のフィールもやっぱりちょっと前向きになったんで、やっぱり前向きになった瞬間にいろんな人が寄ってくるというか、はい、いろんな人が声かけてくれるようになったというか。そこまでは結構モヤモヤしてたっていうことなんですか。モヤモヤして結構ね、そうですね、あんまり暗かったですね、割とすごくなんかこう常になんか自分はダメなんじゃないかっていう、なんかこう物にこう押しつぶされそうになってたというか。あ、うん、なるほど、いやめちゃめちゃ面白い話ですねちょっとでも気になったポイントたくさんあって、一応まとめると、はい、21歳の時にうんうんうん、世界大会のコンテストみたいなのがあるのを、気づいてで家帰ってすぐ録音して翌日にその、ジャズライフの会社まで持ってって応募して、はい、でそしたら数週間後にアメリカに行くことになって演奏したら3位だったっていうことなんですよね。これの時点でまずなんかツッコミどころが満載だと思うんですけども、確かに僕さすがに1日だっていうのは予想だにしてなかったので、うん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 、それはなんでそんなこう、まあ、当然良い演奏だったからだと思うんですけれども、良い結果を手に入れられたんですかね。何の曲を演奏されたんですか。その時はね、Isn't It Romantic っていう、あ、ジャズ。そうなんですか。よく演奏されてますもんね。タイトル通りですね、はい、そうですね。もともとその曲の演奏を好きで、あの、うん、得意としていたってことなんですかね。練習したんですよ。あ、なるほど、この曲ばっかり。じゃあ練習していて、たまたまタイミングが来たのが明日までだったってことなんですね、うん、そうなんです。でちょうどアレンジもこのなんかの、
アレンジもできてたし、今の感じは当時の、はい、あの演奏の。そうですそうですそうです。そうなんですね、その後でもそっか、モヤモヤしていた時期があったっていうのはちょっと意外でしたね。そうですね、はい、やっぱりなんか変なこう期待に弱かったというか、期待がすごいこうのプレッシャーに見事に負けたというか。そうなんです、まあ、でも世界大会3位取ってきた21歳ってなったらものすごくこう期待されちゃいますもんね、常に。そうですね、自分自身も、ね、やっぱりそれも書かれたし、そのただ自分の中ではその正式なにそのこう1位2位3位っていう感じじゃなかったから、あ、はい、そのいわゆる優勝が決まって、はい、優勝以外はまあそのコンテスト上は一緒だったんですよ、はいはい、まあ、優勝だけ決まってですね、うん、なんとなくそこは自分的にはなんかこう世界大会出場したけど入賞はできなかったなっていうふうにあるんですよ。あ、うんうんうん、なるほど。でもやっぱりそのこう集計上3位だったよっていう言葉がですね、うん、結構なんかこう広まってですね。いや、広まりましたよね。そう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 。だから僕的には、はい、そこはなんか割とそのオフィシャルに表彰で上がる3位ではなかったわけだ、はい、なんか正式ではないかな、うん、まあ、でもなんかそのだから割とギブソンの方で優勝したっていう、日本の大会で優勝したっていう方を割と表に出してたりしたんですけど、でもやっぱりなんかそういうものはやっぱりどん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 こう広まってって、やっぱりそのプレッシャーに押し潰される的な感じだったわけですね。そうだったんですね、うん、でその後、ギブソンのまあコンテストでグランプリを取って、うん、デビューするまでは3年ぐらいかかってるんでしたっけ。そうですね、はい、24の時に優勝してデビューがまあ26の、はい、あ、じゃあ 2年ぐらいなんですね。はい、それの部分に関してはどういった経緯でこう向こうからオファーというか来たんですか。それはですね、また面白い話があってですね、はい、まあ、その後はいろんな先輩のジャズミュージシャンの、まあ、鈴木勲さんとか、はい、まあ、そういう大御所の先輩のバンドに入ったりとか、はいはいはい、仲間のセッションに呼んでもらったり、あと自分の、はい、その時僕もオルガンジャズが大好きで、あ、はい、やっぱオルガンジャズをやりたいなと思ってたんですよね、はい、まあ、ジャズにハマったきっかけがそうだったから。あ、なるほど、うん、父親が聴いてたそのジョージ・ベンソンがオルガンジャズでこう、はい、ブルースヒジャズブルース弾いてるのにハマったから、うん、ちょうど25、6の頃にアクアピットっていうオルガンのバンドに加入してですね、はいはい、うん、でその時はドラムは大月カルタさんっていう、はい、素晴らしいドラマと金子優太さん、はい、オルガンの、でそのバンドで CD をインディーで出して、はい、でその前にも割と自分のリーダーバンドとしてはオルガンっぽいなんかサウンドのこうことをやっていて、でちょうど僕が同じソニーのミュージシャンの、フルゲルホントシンガー のトクっていう、はい、もう本当にもう昔から一緒に練習してきた仲間がいるんですけど、その彼は先にソニーでデビューしてまして、はい、うん、で、まあ、ひょんなところで僕を誘ってくれてですね、1曲演奏したんですけど、まあ、1曲3曲ぐらいかなゲストで演奏して、はい、でその時にたまたまソニーのディレクターの人もそのライブを見に来てて、はい、で今ちょうどギタリストを探してるんだよねって言ってくれて、でちょうどポケットにデモテープが入ってて、ちょうど、はい、MD のちょうど、はい、MD が入ってたんですよ、ポケットに。ソニーのその、はい、そう話してる時にポケットさ、はい、なんかデモとかあるって、いやーと思ってポケットさんと、あ、この間あの PA のその宅の人が撮ってくれた音源がちょうど入ってたんですよ、これちょっと荒削りなんですけどって言って、それをそのまま渡して、それがちょうどオルガンのライブをした時の音源でですね、はい、でそれでいいねってなって、で決まりましたね、レビューが。じゃあその MD が入ってなかったら、決まってなかったら、まあ、またなんかライブを見に行くよみたいな感じになって、はい、もうちょっと時間はかかってたと思うんですけど、なるほど、うん、あの金子優太さんとかとやってたっていうのも何かで聞いてましたね、うんうん、確かに。そうそうそう、そうなんですね。ありがとうございます。いえいえ、徳さんとはじゃあそのもともと音楽仲間で、うん、そういう仲間がギブソンの大会の後はより増えてって活動していく中で、うんうん、まあ、たまたま本当に 2,3 曲弾いたところで出会った方と、たまたま持っていたその自分のデモ演奏のものがつながって、
デブにつながったんですね。うんうんうん、ありがとうございます。今の時代だとまた変わってきてますよね、いろいろね。そのどうやって、はい、そのギタリストが表に出ていくかっていう、はい、そうですね、パターンはまたいろんな選択肢が増えてますよね。なんかそうですね、でもポップミュージックもそうだと思うんですけど、なんかもうすでに SNS とかで最初に何かで有名になった人がその後さらに有名になるっていうパターンが増えてるイメージですかね。確かに確かに、インスタだったりね、はい、その、はい、まあその昔はそういう露出しようがなかったのが、今は本当にすごい人がどっかいれば勝手に広がってっちゃうみたいな、うん、ところ で、 そ、 で、ね、その後それこそソニーとか大きな会社が声をかけるみたいなパターンが増えてるイメージがありますね、うん、いや本当そうですよね。だからあり方が変わってきてるなと思って、自信のある方は露出をどんどんしていった方がいいってことなのかなと確かに思いますよね、うん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 、はい、ありがとうございます。